爪を噛み続けた男の末路。俺はボーリングをしているゴング。彼女いない歴イコール年齢のアラサーブサイクサラリーマン。しかしそんな俺にも春が来た。お願いします、幸せにするから付き合ってください。はい、よろしくお願いします。俺はアタックをし続けた甲斐があってレイヤちゃんと付き合った。芸術でカメラのんびり幸せだね。うん、でも僕はレイヤちゃんと入れる時が一番幸せだけどね。もうゴングーさんたら。ん？ゴングーさん、まさか考え事する時爪噛んでる？晩ご飯どこに行こうかな。あ、やっぱり爪なんてバイキンたくさんなのに汚い。うわ、仕事メール、返信忘れた、すぐに返さないと。ところでゴングーさん、爪噛むのやめた方がいいよ。大人なのにみっともないし汚いよ。あ、俺癖でさ、人前ではやらないように意識してるんだけど、無意識に考え事をしたりするとつい。と言いながらも、幼少期からの癖はなかなか治らず、レイヤといる時もついついやってしまうことが多かった。ゴングーさん、また噛んでるよ。あ、ごめん、またやった。ゴングーさん、もう別れて。どうしても私、その癖気持ち悪くて許せない。ごめん、頑張って治すよ、治すから。ゴングーさん、さよなら。そんな。それ以降、こちらから連絡するも、レイヤからの連絡はなく、そのまま別れることとなり、一発屋芸人よりも短い俺の全盛期が終わった。